皆さんこんにちは、キューテレビの増田みのりです。皆さん最近気温も下がってきて過ごしやすくなってきましたね。ということで今回のテーマはスポーツの秋。それぞれのスポーツのアイテムを使って映える写真に挑戦します。それではやっていきます。今や一大ムーブメント、大流行のインスタ映え。見栄えのいい素敵な写真を求めて、駆け出しインスタグラマー増田みのりがエリア内の映えるスポットを発掘します。今回はスポーツの秋をテーマに映える1枚をゲットします。さあ、一つ目の競技はこちら、テニスです。テニスといえばテニスラケットです。今回はカメラマンのラケットを借りました。おお、2本もありました。こっちが2005年4月10日に買ったみたいです。こっちが2005年7月11日、だいぶ前。え、何年前？15年前。今回はこのテニスラケットを使って映える写真を撮っていきます。懐かしいな、当時ほんま最新鋭だったんやけど、片方マッスルパワーだな。でヨネックスのマッスルパワーは2本シャフトと1本シャフトがあったんや。数字があるやろ、550とかそういう数字の違いでラケットが違うから、マッスルパワーシリーズがあったんや。全然興味ない。何もだってそんなん考えてないもん。もっとテニス部そこまで知識は持ってない。先生がまとめて買ってくれるけん、それで。どういうこと？それではテニスの写真を撮ります。元テニス部が撮影するテニスの写真。よいしょ。一体どんな一枚が撮れるのでしょうか。こちらです。テニスコートにテニスラケット、しっかり画角に収めて狙い通りの1枚に。テニスの写真、本当に昔のテニス時代を思い出して懐かしいなと思いましたし、スポーツの秋にぴったりの写真が撮れたと思います。この秋は私も久しぶりにテニスがしたいなと思いました。さあ、場所は変わって北島中央公園にやってきました。続いてのスポーツはじゃん、ボール。ということは、はい、サッカーボールということで、2枚目はサッカーの写真を撮っていきます。はい。恥ずかしいよ。サッカーは未経験の増田リポーター。ボールとゴールでどんな一枚を撮影するのでしょうか。撮れました。
こちらです。使い込まれたボールとゴールがいい味出してる。なんだか思い出が詰まってそうな一枚に。この使い込まれたボールとこのゴールがなんだか哀愁漂うと言いますか、私ちゃんとサッカーしたことないんですけど、なんかこう懐かしい感じの写真が撮れたと思います。あさあ最後のスポーツはこちら。バックネットにスコアボード、そしてベンチということで、最後はこのグローブとボールを使って野球の写真を撮っていきます。ちなみにこのグローブとボールはキューテレビのスギちゃんが貸してくれました。いい感じに写真を撮りたいと思います。野球も未経験な増田リポーター、グローブの位置やカメラアングルを微調整してベストな1枚を目指します。撮れました、こちらです。爽やかな背景とグローブの置き方にもこだわった、バッチリ野球らしさが伝わる一枚です。野球はやったことないんですが、野球の要素がいっぱい詰まったいい写真が撮れたと思います。ということで、今回はスポーツの秋をテーマに3枚ゲットしました。ミッションコンプリート。今回のバイルゲッターはスポーツの秋をテーマに写真を撮りました。テニスにサッカーに野球、いい写真が撮れたと思います。今はまだ暑いんですけど、これからだんだん涼しくなってくるので、皆さんスポーツの秋楽しんでください。今回の写真もインスタグラムにアップするので、ぜひご覧ください。それでは次回のバイルゲッターもお楽しみに。